神田町は、群馬県の西南部、神田郡に属する町。群馬県の西南部を流れる神ぶ川南岸の町。中心地区の小幡は、元小幡藩の城下町で、国指定名称の落山園、名水百選の小川関がある。昭和中期頃まで養蚕が盛んであったが、昭和後期から平成にかけて、野菜、果樹の生産量が増加し、キウイフルーツの特産地となっている。 また、城下町小幡桜祭り、武者行列も有名である。2010年3月30日、城下町小幡を重点区域とする、神田町歴史的風池維持向上計画が、国から認定され、全国16番目の地域における歴史的風池の維持、及び向上に関する法律に基づく認定都市となった。平成の大合併と呼ばれ、全国規模で市町村合併が、 盛んに行われていた時期には、神田町も近隣にある富岡市、明義町との一市二町合併を検討していたが、2004年に行った住民投票の結果、合併反対が多数を占めたため、当時の町長であった黒沢恒五郎が民意を尊重するという方針を取り、議会もこれを承認した。このため、神田町は合併の枠組みから外れ、自立の道を選択した。 2008年、近隣市町村では、富岡菅羅地域合併研究会が設置され、菅羅町にも参加を呼びかける予定となっているが、自立の道を選択してから間もないため、これに参加するかは不明である。上州福島駅菅羅パーキングエリア道の駅、菅羅学山延長、現寺の間外仏中心となる駅、上州福島駅上新電鉄。ありがとうございます。